でも律儀だね。ああいうさチャリランの人たちはいいなと思う。ちゃんとしてると思う。マナーがイケメンだ。完全ウーバーイーツ仲間になってたよね。あそこの一緒に走ってるんだけど、あのペコパのウーバーイーツのネタ面白かった。シュペイがさたこ焼きたこ焼きミュージアムのイートスペースでさ、たこ焼き頼んでたの。それを松陰寺がウーバーイーツの配達員としてやってきて、受け取るじゃん、何番です。で、シュペイ、あのペコパのどっちが分かってんだよな、あれ。シュペイはなんかバカな方、松陰寺はなんかビジュアル系みたいな、失敗したビジュアル系みたいな格好してる人。シュペがすぐ近くに座ってて、おー、うまい。
すげえこと。移動の制限が一点解除された。お台場は全然来てないな。これを受けて国はより強い高速力を持つ非常事態宣言。フジテレビのスタッフに扮してたネタのもちょっと面白かったけど、有吉さんに絡んでるの。何で見た？ん？またくらなんでここでやってますねみたいな感じで、うん、あそこほらお台場ってどちらかといえばフジテレビじゃん、うん、であれ TBS だったじゃん、うん、だからなんでここでやってんねんって因縁つけてるスタッフやっててじゃあもうスタッフ全検問しますからねっつって、はい38、38、はいダメダメ出ててとか言ってやって、うん、ただのクレーマーみたいになってるネタ面白かった。昔だったら他局の番組で他局のスタッフのそんなネタなんてやったらやばいよね。やばいね。怒られちゃう。今はもう笑える。そう思うと昔ってこんな変な時代だな。今できるんだろう。だってネタにしてた。フジテレビの人だっつって。ここの間だ。あ、違う違う。いや、扮しただけ。フジテレビのスタッフに。ゲーセンじゃないんで、私の中では。まあね。言いたいことはなんとなく。なんかアミューズメントパークって感じ。うん、いやまあゲームセンターみんなアミューズメントパークなんだけどさ。
私の中の引きの確率はね、はい、私劇中の方が引きがいい。中間の今やってたその中心祭だっけ、あれはすっげえ私引き悪い。まあいいんでね、よくあれでね大城ナイチンゲール出したなと思えるぐらいには頑張ったよ。まあでもいいや、何気に前期は出したからいいよ。でもなんとなくなんだけど、なんだかんだ今んとこ私の中ではやっぱりあれだな、エクスカリバーがかなり最強レベルでいるから。俺出したよ、あ出したね。あれが2体いるからもう私いいやと思って、どっかなかった出したけど、まあまあわよくばマナーがもう1体欲しいなと思ったけど、まあいいや。このゲーム多分ね一夜かじゃ無理だよ、中華金にしないと。あの1体揃えるの無理だと思う。サブアーカー一体か、まあ、一番いいのはマルチがやれるって考えていくと、メイン機とあとサブ機3機種あるのが一番理想だよね、まだ。うん、まあそういうのも少ない気がするけど、集まんないと思う、そういうの。結構集まる。辛いもん、最近のマルチ。でもあれは辛かった。今回のね、進撃はマジ辛いと思った。周りの人の引き具合見ても本当に確率おかしいんだって、みんな出たとしてもエレンとかさ、どんだけエレンですよ。エレンは結構出すね、みんな。だから確率おかしいんだよ。一応そこまで強くないけど主人公のアトリサリナイの出せる確率でなんかいじってんじゃない。その代わりリヴァイとミカサが相当確率クソ低い気がする。そこに何？めっちゃどっか行っちゃった。もう忘れたんじゃない？後ろに倒せない。なんかどっかに置いた記憶があるんだけど。どこにあるの？あ、そのとこにある。うん、無理。相当遠い。ここにあると思う。おいちゃん、ちゃんと入ってなさい。ほら。プロンプロン、ね、見て見て、ちょっと待って見て、あ、車が出たいって。どうぞ。見て、プロンプロンプロン、耳ペソ見てよ、早くプロンプロン。耳ないじゃん。耳消えちゃった。耳がすっごい近くです。車が、あ、いた、背骨やった、いた、ちょっとごめん、痛い、ダメだ、うん、やらかした。大丈夫？いや、無理。かなり今激痛がしてる。喋るんじゃないかと思う。なんか日本語喋ってよ。まもなく
右方向です。切ってみるよそれ、ね、ちょっと待って、あれ、うん、Wi-Fi つなげちゃってるんだ。今はつなげてないからいいよ。え、こっちつながってない？うん、多分何もつながってない、やってないよ。あれでも家で iPhone 使えたってことはつながってる。アップデートしないです。いや、アップデートじゃなくて、ね、でも何も使ってないよって。あれ、これ録画してると使っちゃうんじゃないの？使わないよ。アップデートしない。アップロードしない。アップロードしてたらやばいけど。血が混じってたら速攻ですぐ病院に行った方がいい。夜間病棟24時エロマンか知らない。あ、エロゲーム、であったような気がする。気のせいだったね。ちょっとタイトル違うかもしれないけど、デブじゃないからね、ダメだ。いや、デブじゃ何言ってんだよ。好きなだけ言うとよい。は？好きなだけ言うとよい。